プリマスロックプリマスロックはアメリカ原産の鶏の品種である。アメリカのマサチューセッツ州で品種改良された鶏で卵肉兼用種として飼育されている。横半プリマスロックと横半プリマスロックから突然変異で生まれた白色プリマスロックがおり白色プリマスロック種のメスと白色、高日種種種のオスと掛け合わされた交配種は肉用鳥における ブロイラーの主流となっている。横半プリマスロックと白色レグホーンの後輩種はロックホーンダネと呼ばれる。ロードアイランドレッドのオスと横半プリマスロックのメスとの後輩種のメスはゴールデンネックと呼ばれ、このヒヨコも黒い羽毛だが顔の一部などが焦げ茶色になり、成長は全体的には黒色で、頸部や胸部の一部が高褐色となる。年に アメリカで公認されたアメリカ原産種。日本でも明治19年に輸入されているため、現在では明治までに国内へ導入され定着した品種であるという理由、等で日本の林企画において日本在来種として記載されている。日本で飼育されるプリマスロックは横半プリマスロック種が、一般的で成長は白と黒の横縞模様をしている。ひよこの時にはアニメ、 カリメロのような黒い羽毛であるが、成長すると横縞模様になるため別称をゼブラと呼ぶ人間もいる。当初は食肉用鳥、卵用鳥として使用されていたが、現在では肉用鳥として横半シャモと交配させた青森シャモロックや薩摩鳥と交配させた黒薩摩鳥など、各地の地鳥や銘柄鳥の作質にも使われている。 横半プリマスロック種の突然変異によって出現し、1888年にアメリカで公認されたアメリカ原産系種。肉用種はブロイラーのメス系統として多く用いられている。薩摩トリと交配させたサンマワカシャモなどの自撮り作成にも用いられている。ありがとうございます。